酒製分野は、日本の思想家、エッセイスト、同時通訳者、浄土真宗総領、NPO 免疫療法懇談会理事長、在日本ルーマニア商工会議所会頭。内外の政界、宗教界、実業界、文化人と幅広いご縁を結び、人類の霊性の統合による世界平和実現への貢献を使命とする。福井市東高の浄土真宗本願寺派主生、聖者常福寺に長子として生まれる。同寺は753年創建の国分寺に由来し、酒姓は左近から転じた姓で、慶太天皇左大臣職にちなむ一族である。酒姓幼稚園、酒姓小学校、明日は第一中学校、藤島高校を経て、1980年早稲田大学政治経済学部を卒業。中高は地球科学部、大学では空手道精神会に所属。卒業時に創設された松下政経塾に第一期生として入塾。松下幸之助に師事する。同期に野田佳彦元総理、相沢一郎衆議院議員、鈴木康友浜松市長らがいる。1982年1月11日、京都大学法学部生で、同大美術部長、ビッグコミックスピリッツ連載漫画家であった弟、信也が自死。成蹊塾2年の研修を終えて、龍谷大学大学院に転じ、初めて真剣に仏教と比較宗教を学ぶ。同年11月、皇太子殿下ご夫妻ご成婚記念事業部、第24回青年海外派遣事業の渉外団員としてサウジアラビアに派遣され、イスラムを学ぶ。帰国後、皇太子殿下ご夫妻と報告懇親会の栄誉を受ける。同年夏より熊谷太三郎参議院議員を介して自民党総裁予備選挙に出馬していた中川一郎衆議院議員と結縁。同議員に認められ、衆議院出馬を勧められ承諾するも、翌1983年1月9日、中川議員逝去。これを契機に政界とは距離を置く。文部省小学生として1984年、カリフォルニア大学大学院、国際ロータリー財団小学生として1986年、ニュージャージー州立、ラトガース大学大学院へ留学。1987年、龍谷大学大学院博士課程単位満了遺願、大化。宗教の統一理解を完成させる。龍谷大学非常勤講師となる。この間、学士と政経は、代々木ゼミナール英語講師として賄った。1989年4月27日、松下幸之助往生の直後に現世次長女と見合い。11月結婚、壊れて、同時副住職として、入婿。北条生となる。武蔵野女子大学人間関係学部、中央大学総合政策学部で教鞭を取りつつ、仏事に勤める。1991年2月1日に、長女、1993年7月7日に長男に恵まれる。北条家の格式に馴染めず、2003年に協議離婚。同年ルーマニア人と再婚。同年より特定。非営利法人免疫療法懇談会理事長に就任、今日に至る。ルーマニア政府の要請を受けて、2016年5月14日、在日本ルーマニア商工会議所を創設、会頭に就任、今日に至る。2018年、別のルーマニア人と事実コンスルに至り、2019年1月13日、次男に恵まれる。2015年4月より2020年まで、新勝寺住職。現在は2003年に創建した光寿院住職を務める。音楽、映画、読書、社交を趣味とし、日英語の同時通訳、翻訳を特技とする。国連英検特 A 級、通訳案内士、英検1級、TOEIC960 など、成蹊塾在塾中は国連事務総長を目指していた。1933年、父方祖父母が本願寺派会教師として、渡米、戦後米国に帰化したため、父方親族は全員日系アメリカ人である。現在は4世まで含め全米に数十家族のサッカー一族がいる。また現在の伴侶はハンガリー系ルーマニア人。したがって、国際志向が強く、仕事や交流で34カ国に渡航。宗教は、元一つ、やがて一つに、を信念に、CORMOS、WCRP、ABCP などに、日本代表として参加。現在は、国連 NGO UPF 平和大使として、ソウル、台北、ニューヨークウィーンなどで、政治家、宗教家の国際平和会議に参加している。ありがとうございます。